でもうちらはそれをなりわいにしたいから、そうです、ね、フォロワーさんを頑張って増やせるようにそうです、ね、いろんな投稿を工夫して、そうですよ、人生ゲームあるじゃん、ゲーム、はい、あれがさ、お金じゃなくフォロワーさんの人数でやるんだって。ああ、そうなの？そうだよ。そう、金の価値よりフォロワーの人数って、やっぱり障害者の中でも、うん、面白い人勝つんですよ。障害 YouTuber も飽和状態だから。そう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 、完全に飽和状態だから。みなさんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。はい。タイミングがよくわからなかった。今日は病気障害ラジオっていうのにこうゲスト出演させていただいて、まあ、今回はまこちゃんの動画の方でゲストトークということで石塚さんをゲストにお招きしました。よーってやつでしょ。よそういうのじゃない。あ、そういうのじゃないですよね。いや、見ててこんなんじゃないのは分かってたんですけど、どうしたらいいのかなと思って、よろしくお願いします。よろしくお願いしま す, します。石塚と申します。はい、ここに職業と名前が書いてあります。フォトグラファー石塚。はい、よろしくお願いします。あ、大変半々じゃなくてね。何？ちょっとなんか似た感じの感じになっちゃいました。俺も作りたい。そう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 、ね、はい、はいはい、いいじゃないですか。で、美味しいね。で、今日は、はい、何の話をするかというと、うん、まあ、私が先日、まこちゃんのオンラインサロンというか、ファンクラブを作りました。ね、おめでとうございます、解説。まして、そのファンクラブを作ろうと思ったきっかけは、石塚さんだったんですけどね。なんで？その石塚さんがもうや、はい、石塚さんもやられてるじゃないですか。はいはい、ファンあ、オンラインサロンをね、そうですね、はい、オンラインサロンみたいな、応援サロンみたいな、それを、あ、なるほどなって、こういう使い方があるんだなって思って、うんうん、確かに今の自分の活動と考えた時に必要だなって思ったから、うん、うん、確かにめちゃくちゃいいですね。のがあります。あ、そういう経緯だったんですね。そうだ、石塚さんはじゃあ何してるかってね、はい、ね、はい、まあ、写真撮ってる人だけど、うんうん、いろんな人の写真を撮ってるけど、ただやっぱ障害がある人の写真を撮ることも、はい、まあ、多分多くて、はい、それにこういろんな活動してたら、うん、付随して NPO 法人のね、このリージュとか今なってやってるでしょ、はい、障害とか、はいはいはい、とかとか、はい、とかなんとかやってます、はい、でも実際その NPO 法人のリージュっていうのは、はいはい、お金が発生するの、給料って感じ。あー、なるほど。理事報酬なんて、役員報酬。ちょっとよくわかんないです、それは。え、言えないってこと？いや、あ、よくわかんないです。むしろ、うん、なんかね、会費というか年間に納めるお金みたいなのがあって、払ってる場所、ところもあります。え、その NPO 法人の誰々ですって名乗れる立場だけどってこと？そうです、そうです。え？で、NPO ってまあ基本的にはその、なんだろうな、非営利団体なので、まあ利益をそこまで上げちゃいけないみたいなのが、なんかあるんですかね、よくわからないですけど。だからまあ僕は、なんか応援っていう意味もあるので、ある団体には払ってる。ある団体には払ってる。なんか別に言われてないから払ってないだけで、言われてるから払ってるっていう感じですか。逆にじゃあもらってるところはあんまない。あ、ないです、ないです、ないです。そうそうそう。でも、じゃあその NPO 法人の活動の時。はいはいはい、まあそこの場所に出向いて、はい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 、写真撮ったりするっていう部分に関しては、うんうんうん、交通費出します、宿泊費出します、はいはいはい、まあ、一応じゃあフォトグラファーとして、はい、もし依頼されてる部分があるのであれば、うんうん、まあ、お仕事としてお願いしますっていうその依頼料みたいな、そういうのは出るんですか、はいはい、ほぼ出ないんですかね。交通費とかぐらいはもらうときはあるんですけど、うん、例えば、団体のなんか写真撮影会みたいな、うんうん、その当事者の人たちとかが来て、うん、そこで石塚が写真撮りますよで、ちょっとお金もらう場合があって、うん、参加費みたいな、うんうんうん、でそれをなんか交通費にさせていただいたりする場合はあるんですけど、うん、なんか撮影費みたいなのでもらうことはあんまりないですかね。例えば学校だったり、うん、なんか大きな団体が関わってて、うん、そこからそのイベントのお金が出るとかだったらもらうときあるんですけど、うん、基本的になんかそのお金をもらって動きますっていう感じではないですね。じゃあ普段、はい、まあ、1ヶ月のざっくりですけど、うん、1ヶ月の間でそういう仕事が何日くらいあるんですか？わかんない。NPO に関してって感じですか？まあその収益があまりないお仕事。あ、収益がないお仕事か。ほとんどじゃないかな。ほとんどですよ。じゃあどうやって収益を得ているかってなった時に、はいはい、それだけじゃやっぱりもう生きていけない。確かに確かに。から、確かに。
あのこう見えてもちゃんと結婚してるし、そうだ、子供もいるんですよ、こう見えて、はい、パパなんですよ、こう見えて、だから養っていかなきゃいけない、そうですね、え、お母さん、お母さんじゃないお家がボンボンとかさ、あ、全然全然です、もう全然です、奥様がボンボンだっけ、全然です、もう今日もあの銀行の明細見てあれ今月大丈夫かなって思いながらやってきました、はい、そうだからさ、はい、収入の部分で、はい、だから一つ、はい、だからそういう活動もしてる中で、はい、だからそのオンラインサロンっていう部分で、うんうん、だそういう活動に行くためのだから交通費を賄ったり、そうですね、まあ、それのだからオンラインサロンの入るメリットとしては応援っていうのもあるけど、ね、だからその写真を教えますよとか、そうですね、っていう部分でまず一つ収入があるっていうことを、そうですね、そうですね、まあ、今350人ぐらいのメンバーがいるんですけど、まあ、月500円で、まあ、大体計算したら分かっちゃうと思うので、うんうん、あれなんですけど、まあ、そのお金はそういったイベントの交通費だったりとかに使わせてもらってるので、うん、僕の近くでいうとキングコングの西野さんとかがやってるオンラインサロンとはちょっと違くて、なんか情報すごいありますよとか、うん、なんか作ってる裏側見えますよみたいなことはほとんどなくて、どちらかというとそういうイベントで撮った人たちのためになってるというか、その人たちの笑顔がここに残ってるのはオンラインサロンの人たちの、あの応援というか、あの月額払っていただいてるお金で行ってますよって感じなんですよね。他の普通の企業の撮影だったりとかだと、一般個人の撮影とかになると、まあ1万とか2万とか3万とかじゃないですか。出せないじゃないですか、単純に。なので、まあ企業さんのだと、まあ2桁、3桁とかの撮影とかもあったりするので、2桁もある ?2 桁もまああったりするので、まあそれはもう僕一人じゃできないような規模感なんですけど。まあだから一人で全部くださいって話じゃないけど、そうです、そうです、そうです、それでディレクションしたりとかしたりするような、うん、あとはそのなんだろう、給料じゃないですけど、キングコングって芸人さんの YouTube の、うんうん、チャンネルが、まあ、基本的には毎週撮影があって、うん、週1本動画があるんですけど、それがまあ月いくらみたい、大体これぐらいみたいなのがあるっていうのも活動できる、なんか大きな、うん、毎週金、はい、そうですね、毎週金、まあでもいっぱいもらってそうだよね、毎週金、いや、あのちょっとびっくりした、ああまあそうかっていう感じですよ、多分まあでもあの知って、あ、私もさ、毎週金工具見て、うん、見てて、うん、ほぼボランティア状態で、はい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 、っていうところから始まってます、うん、っていうところから始まってる、そうです、そうです、チャンネルなのか知ってたけど、うん、まあ、でもなんかそういうのをまあ聞いて、うん、私もすでに似たようなことがやっぱり起きてて、うんうんうん、例えばパラのスポーツのイベントとか、うん、まだまだメジャーじゃないパラスポーツがたくさんあって、はいはい、それをじゃ あの体験会やりたいんです、うん、イベントやりたいんです、でも交通費出せません、はいはい、宿泊費出せません、うん、でも普段だったらその体験費を来た人からもらうから、うん、孫さんは体験無料です、うんうん、でもだからそれ以外は何も出せません、うんうん、でも YouTube、SNS 出していい欲しいです、うんうん、って言われて、うん、分かる分かるっていうか、そうそう、ね、でも俺も体験したいと思ってたものだし、なかなかそのパラのスポーツって簡単に体験できる場所ってないから、はいはい、いろんな準備が必要ですもんね、多分ね、うんうん、そうだから、まあ、うん、あ、うん、みたいな感じで、まあ、私が体験できるんだったらいいかって思って出る時もあったし、はいはいはい、なるほど、それこそあのずっとコロナでイベントがなくなってた期間があのここ2年間あった中で、うんうん、確かに私自身その YouTube の活動がここ2、3年こう初めてやったから、うんうん、まだまだこう何があったかっていうのが結構隠れてた、なるほど、でそこからあの、うん、本当はこういうイベント結構毎年やってたんですよ、そうかそうか、今ってやっと出、ね、まあね、半年1年くらいから出てきて、あ、なるほどって、でもこういうイベントがたくさん結構あるけど、こんだけやっぱりこう呼ぶのにはお金が出せないっていう現状あるんだ、うんうんうん、だし、なんかじゃなければ SNS だけでもいいんでこう周知してくださいとかっていうのもあるんだけど、でもなんかね、それある、昨日来た、うん、わかるなんかね、でもね、ある、これだからその SNS 周知してほしいって、はい、まあ、その大体最近っていろんなところがアカウントを持つようになってきて、うんうん、でもアカウント持ったばかりで10人とか何人かフォロワーさんしかいないから、フォロワー多い SNS、うん、まあ、インフルエンサーとかね、うん、そういう人たちにリツイートしてくださいとか、うん、シェアしてくださいっていうのが分かるけど、うん、でもうちらはそれをなりわいにしたいから、そうです、ね、フォロワーさんを頑張って増やせるようにそうです、ね、いろんな投稿を工夫して、そうですよ、やってたものに関して工夫してるよ、まこさんなんかただで
あの確かにボタン一つだし、まあ確かにシェアね、ボタン押せば確かに、シェアボタン1つだし、投稿文なんかね、うん、ちょちょちょってなるだけだけど、うん、でもそのために頑張ってきた部分がすごいあるわけよ。だって今なんてさ、人生ゲームあるじゃん、ゲーム、はい、あれがさ、お金じゃなくフォロワーさんの人数でやるって、ね、ああ、そうなの？そうだよ、そう、金の価値よりフォロワーの人数っていう、おお、面白い。だってフォロワーさんをさ、お金で買うっていう、まあまあ確かに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 、フォロワーってどれだけ金のくらいの価値があるかっていう今の時代なわけだから、はいはい、だからそれに対してボタン一つだけど、まあ確かにボタン一つだけど、あのシェアしてくださいっていうのをタダでするっていうのは、うん、なんか私はやっぱ違うかなって思う。なるほどっすね、はいはい。でもなんかそれがなんか障害とか福祉の関してのイベントに、いやちょっとお金払えないなら無理ですっていう気持ちもなんか嫌だし、なんかかといってそうやってって言うことが本当のビジネスだと思うけど、はいはい、そうやって言ったら今度相手側からさ、うんうん、うわーケチくせーみたいな冷たーとかね、そうこいつ障害福祉のことやってるって言われには優しくないじゃんみたいに、そうそうそう、金払わねえのかよみたいな、金払わなきゃやんねえのか言って思われてさ、それがこうさ拡散されてもさ嫌じゃん。確かに、なんか確かに、なるほどね。そうだから、まあ、今でも本当は車の拒まずにやりたいけど、うんうんうん、もっともっとこうお互いがこうね、なんかこうできる関係性なのであれば、はい、車の拒まずでやってるんだけど、うん、今本当に私も休みがなくて、確かになんかすごい飛び回ってるもんね、うん、じゃあってさ休みないけど、その1日のちょっと 1,2 時間くらいやっぱりドラマ見る時間欲しいなとかさ、いろいろ考えたらインプットも大事ですからね。そうそう、車の拒まずではありたいけど、うんうん、はいはい、やっぱりある程度こう選別をしていかなきゃいけないくなってきたなっていうのも、そういう、じゃ あの依頼をする人たちへのクレームの動画重いいやでも本当に僕まさに昨日来たんですよ、うん、ほとんど知らないけど、うん、共通の知り合いのことを投稿したことで、うん、まあある障害を持った方が来てくれて、うんうんうん、まああの友達申請はもう時によっては全然無視するんですけど、うん、一応登録して、うん、そしたらあの急に連絡来て、うん、これこれこういうものですみたいな、うん、次の文章でもなんかこういうイベントがこの日にあってって来て、うん、この人知らんしなと思って、まあ、僕も行けないイベントだったので、うんうんうん、行けたら全然行くんですけど、うん、で行けないってなって、あの行けなければよかったらシェアしてくださいみたいなこと書いてあって、うん、まあでも僕決めてるのは知らない人の投稿とかシェアしないですよ、うん、基本的に、うんうんうん、でまあ友達でつながったけど、うん、でも知らない人なので、うん、でイベントの内容も見たけど素敵だなと思うんですけど、うん、それ僕行ってないし何が起こるか分かんないし、これシェアして誰かがそっち行ってつまんなかったとかなった時に、うん、僕の信用がなくなるので、うん、お金云々の話じゃなくもうシェアしないです。なるほどね。そう、なんかやっぱり自分が信用してくれてフォローしてくれてたり、うん、お金を毎月払ってくださってる人たちがいるので、うん、自分の発する情報だったり、うん、言葉遣いとかに気をつけて生きてるので、なんか人がシェアしてくれって言われて、うん、シェアするのはちょっと違うかな。でそれがなんかもともと知ってるイベントで毎年行ってて今年行けないとかだったら全然シェアするんですけど、うん、知らない人の言葉を鵜呑みにしてそのままシェアするのは、うん、自分の信用も周りの信用もその人の信用も失う可能性もあるので、確かに、そうなので、そういう風になんか住み分けというか、西田さんっぽい、はい、障害とか福祉がでボランティア、ボランティアね、まあ、今でもだからどうしてもボランティアじゃやっていけないね、その NPO とかもそうだけど、はい、そういうのがどうしてもあるのはある、はいはい、うん、でもじゃあそれをお金もらえないから、うん、じゃあバイバイってやるのも今の私としてはちょっと違うし、はい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 、まあ、ちょっと選別はある、やっぱりどうしてもその力の入れ具合ですね、やっぱ保養士で違うしさ違うしさ私こうまた依頼の され方とかっていうのでも全然違うから、うん、そうですね、そこでどうしてもまあ人とあと人と人との関わりになっちゃうから、うんうん、選別ってなるけど、うんうん、今ねまだまだ私も分かんないことだらけだから会いに行きたい、はいはい、でもそのためのだからお金が必要っていうので、うんうん、だからオンライン選択ファンクラブ、私はファンクラブという形で立ち上げました、はいはいはい、素晴らしいと思います。いいじゃないですか。イベントだったり、まあ、規模感にもよると思うんですけど、お金がないところも結構あって、うん、
て行くことも結構あると思うんですけど、うん、まあそれはもうでもしょうがない気がするんですよね。なんか、いや、分かる。ああ、しょうがない。でもなんかやっぱりそういうちっちゃいとここそ応援してあげたいなっていう気持ちもあるじゃないですか。だからそこら辺はやっぱり思い、なんか眞子さんにこういうふうなことで来てほしいんですっていう思いがあれば、なんか僕は全然行くかなと思いますけどね。まだなんか、うん、あ、それ任せは嫌だ。ああ、確かに確かに。自分らはこれだけこんだけ頑張ってます、うんうんうん、こういう周知の仕方してるんです、うんうん、でもやっぱりまだまだ力不足で力を貸してほしいです、うんうん、っていうのだったら分かるし、うん、本当にでも結局それもさ、単発ドーンって終わられてます。確かに確かに。めっちゃ確かに確かに。っていうのがすごい。そうですね。まあそれはね、私のだから行ってみてはちょっと締めも違ったなっていうのだったら、それは仕方ないけど、まあそういうこともありますよね。そうじゃなかった時に、なんか確かにそれっきり、いやでも、まあどうなんだろう。いや、なんかやっぱりそのビジネスだけど、いや、なんかこのお金に変わる何かがあるじゃないですか。すごい眞子さんのことを宣伝してくれるとか、うん、なんか裏の努力が見えないとやっぱりしんどいですよね。なんか聞いてお疲れ様でしたって言ってありがとうございましたで終わられると、ちょっと気持ち的にしんどくなる時ありますよ、ね、お金が発生するものだったらもうさ、さんでもまあ分かるけど、うんうん、確かに確かに、お金が発生しなくてそうすよ、ね、気持ちでこう関わったものが、うんうんうん、はい、一発で終わりっていうのは確かにやっぱ寂しいなっていうのはすごい思うし、障害福祉って一個もポジション獲得した先の人がいたら変えないんだなっていうのはある。え、どういうこと？そこで何かがこう、ま、あるのかもしれないけど、はい、もうこのポジションの人もこのポジション、あー、なるほど、もうこのポジションの人はこのポジションだよねみたいな。なるほど。普通のビジネスとかエンターテインメントだったら、うん、まあ、CM キーをされてるタレントさんは入れ替わりがあるわけですよ。売れてる売れてないとかいろいろね、なんか誰かのことを思い浮かべる。違うけど、障害福祉、なんかこれはこれ、これはこれ、この人はこの人って、なんか決まってる感じが、ちょっとなんかここ数年見てきて、おー、なるほど、なるほど。するなーっていうのがある。なるほど。なんか言い方気をつけないで。誰かって話じゃないけど、全体的に。僕はなんとなく誰か覚えてる。全体的なイメージ。なんかでも、ディレクター目線というか、なんかこの、ちょっと俯瞰で見ると、まあ、結局言うて、障害者と呼ばれる人たちの方が人数は少ないわけじゃないですか、うん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 、母数が少なくて、うん、こっちに興味がある人も少ないんですね、うん、どちらかというと多分ね。ってなってきた時に YouTube でじゃあみんなが今上げ出してた、うん、結構障害者の方たちももうすごいいいことだなって思うんですけど、やっぱりみんな埋もれちゃうし、で YouTube が始まって時も結構素人というか、うん、お笑い芸人とかがいなかったわけじゃないですか、うんうん、で盛り上がってきてファーって有名になる人がいて、うん、そこに芸人さんたちが今バーって入ってきて、うん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 、絶対芸人さんの方が面白いじゃないですか、うんうん、でってなるとやっぱりこの話からするとやっぱり障害者の中でも面白い人勝つんです。結局この人のポテンシャルがないとどっちにしろなんか勝てなくなってくるんだろうなっていうのはすごく思いますけどね、うんうんうん、その障害 YouTuber も飽和状態だから、そう完全に飽和状態だから私もそう思うし、まあ、だからそれを私は、うん、あのもう一番スタートから思ったの、 YouTube するってなったら、うん、私はどこのだからポジションを取りに行くかって思った時に、うんうんうん、医療を取りに行ったんです。なるほどなるほど。医療、なんか、まあ、ロボットとか、まあ、医学の方は私は取りに行った。なるほどなるほど。そう、まあ、医学は廃れないから。ファンクラブも今できたから、ファンクラブの中にも応援してくれる人たちとか、うん、アドバイスをもらうようにして、なんかこういうのやったらどうですかとかイベント立てたりとか、そっちそっちで盛り上げていけば。そう、ね、だからそのファンクラブの人たちの、うん、いろんな県の人たちがいるから、うんうん、もうその人たちの県に行くってなったら、はいはい、ちょっとその人たちからちょっと助けてもらうとかっていうシステムを、いいですね、多くの方々が入ってくれるような場所にしていかないとまずいけないから、そうですね、そうですね、それはちょっとやっていきたい、楽しみましょう。続けてたら面白いことになると思います。そう、うん、大変だね。でもね、大変よ、うん、いいもん保たない、うん、美しいもんね。隣で見てて綺麗だなぁと思う。横顔のこのラインが綺麗ですよ、ね。同じ尺。やめてください、その尺。あ、しゃくれてるな。はい、これから写真撮影があるから。はいはいはい。なんかその匂わせ、あ、そうか、匂わせていいのか。ちょっとね、一応撮影をちょっと頼まれてきたので。その写真はだからファンクラブだけ。よでしか出さない写真も作る。あ、なるほどなるほどなるほど。そうかそうか。
まあ石塚さんのそのオンラインサロンもそうだし、まこちゃんのファンクラブもそうだし、あと、あれね、パリに行くから。そうなんですよ、パリに行くんですよ。え、これいつ出るんですか、動画。いつ行くんだっけ。11月です。あ、全然10月中に出る。あ、本当ですか。はい、パリとロンドンに。なんか写真飾らせていただきますんで。イエーイ。はい、パリレビュー。パリ行かないですか。え、人を言う。飛行機でピーって行ったら何も入らない。じゃあクリスマスくらいまでも何もいっぱい、はい、はい、ということで、はい、この動画が良かったなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンとあとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。はい、止めてきて